ブンハロー YouTube、 どうもマサルです。こちらはつい先日マサルも購入し開封動画も先日アップしました Google の最新スマートフォン Pixel 6 Pro ですが、現在この Pixel 6 Pro も含め Pro のつかない方の Pixel 6もそうですが、技術についてかなり問題になっていることがありますので、そちらをご紹介したいと思います。そちらにつきましては、こちら総務省の公式ページの方にも掲載されており、こちらの総務省の公式ページは技術に関するページとなっていますが、このページ下の方にスクロールしていきますと、こちら下の方に掲載されているモデルとしてこのモデルがあります。認証扱い業者として Google の名称となっており、登録されている型番が GR1YH となります。これは何かと言いますと、Google の Pixel 6のことを意味します。ここでは Pixel 6のみが掲載されていますが、基本的な仕様の同じ、マサルが購入した Pixel 6 Pro につきましても同様の問題が発生しています。それは何かと言いますと、こちら読めばわかることではありますが、デュアルSIMで使用する場合、緊急通信ができなくなるという不具合が確認されています。緊急通信としましては、警察だったり消防、救急などに関する通信で110番、118番、119番、これらへの発信ができないという不具合が報告されています。つまり現時点ではこの Google の Pixel 6 Pixel 6 Pro というのは完全に技術に対応できていないという状態になっています。これにつきましてはその後 Google の方からも公式に見解が発表されており、今ですと Google の公式ページの方からそちらを確認することができます。こちらが Google のヘルプページとなっており、現在どのように説明されているかと言いますと、 Google Pixel 6 Pro でデュエルSIMを利用する際の注意事項というタイトルでちょうど4日前に掲載された内容となっています。詳細を読み上げますと、 Google Pixel 6および Google Pixel 6 Pro にて日本で販売されている一部のデータ通信専用SIMをデュエルSIMの設定でお使いの際、設定によっては緊急電話をかけられない場合がございます。緊急電話をかけるにはモバイルデータ通信用の回線に音声通話可能な SIM 回線を設定してください。以下の変更手順で設定いただきます。変更手順、設定、ネットワークとインターネット、 SIM、緊急電話をかけるために使うの SIM、 モバイルデータオン。 Google はこの問題の解決に向けて取り組んでおり、今後のアップデートで修正を予定しておりますという内容になっています。要はポイントとしましては、デュアル SIM で運用している場合、しかもデータ通信専用の SIM をデュアル SIM 運用している場合、この問題が発生します。通常、メイン端末として使用する場合は、デュアルSIMで使ったとしても、片方は音声通話対応のSIMカードにしている場合も多く、ほとんどのケースではこの問題は発生しないんですが、中にはサブ機として持っている場合で、データ通信しかしない場合という場合が想定されます。そういう場合は、どうしてもデュアルSIM、両方ともデータ通信専用SIMになってしまい、この緊急通信ができないという問題が発生してしまいます。現時点でもまだこの問題は解決しておらず、こちらの公式ページにもある通り、現在問題の解決に取り組んでいるということですので、おそらくは間もなくアップデートが提供されるものと思いますが、現時点ではこの問題解決されていませんので、こちらに記載されている設定を変更することでこの問題を回避することができますので、そう頻繁に緊急通信を行う場合というのはありませんが、万一の場合に備え、
可能ならばこの設定に変更しておくことをお勧めします。ということで今回はマサルも先日購入して実機レビューをお届けしました Google の最新スマートフォン Pixel 6 Pro の方で今回のような問題が発生していることが明らかになりましたのでご紹介しました。割とこの問題は IT 系のサイトの方では大きく取り上げられているもののまだまだご存じない方というのも多いかと思います。そういう方のために少しでも参考になればと思い今回の話題を取り上げました。一応設定さえ変更すればなんとかなることではありますのでもし Google の Pixel 6や Pixel 6 Pro をお使いの方は特にデュアルSIMでデータ通信専用のSIMを使っている場合その場合注意が必要ですので今回ご紹介した方法で設定を変更してアップデートが提供されなくても緊急通信に発信できるよう設定しておくと安心かと思います。それ以外は購入してからしばらく使っていますが特に大きな不満点もなくまたもう近々公開できるかと思いますがカメラ性能も十分満足できるモデルですのでまもなく提供されるアップデートでこの問題も解決するかと思いますしそもそもハードウェア的な問題はありませんのでもしこれから Pixel 6 Pixel 6 Pro を購入しようと思っている方は今購入しても全く問題ありませんのでとにかくデュアルSIMで運用する場合だけ一時的に気をつける必要がありますのでその辺を気をつけた上で購入しても問題ありませんので購入するかどうか検討してみるといいかと思います。また今後もスマートフォンに関する最新情報などにつきましては改めていろいろと別の動画でご紹介していこうと思います。その辺の最新情報が気になるという方グッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。